前回のねビデオデータが消えちゃいましたね。ちょっとね抜けてるかもしれませんが、続きをやっていきますね。ここはね最後にね開発するところを残していて、今はねこれをね立てたいんですよ。このシリーズをね一番最初は高いやつを立てようかなと思っていて、これが190万もあるんで、あと120万くらい貯めないといけないんですよ。暇なんで何をやろうかなって悩んでいて、今ね成長の住宅の上に伸びているので、これをねやりたいなと思いますね。この辺をね密度に変えちゃいます。
前回の続きなんですけど、ちょっと戻ってきましたね。もうちょっとね、やることがないんだよね。今73万円なんですけどもね、190万まであと116万ぐらい、ひたすらお金を貯めております。摩天楼の谷を行く砂漠の都市の列車、砂がね、オフィスのね、エレベーターの隙間にね入って困っちゃうんですね。そう、社会現象が起きております。乾燥地帯、乾燥地帯なんだけども、ビルのね、エアコンの水がね、潤いを与えております。かつてはね、このね、路線しかなかったんですよ、この周りは。もう本当に何もなかったんですけど、まあ、発展してくれましたね。ここは合流の駅でございます。紫シーズがね、分かれるところです。早い方は曲がるんだね。これ以上追いかけてもあまり面白くないんで、飽きたんで、もうやめときましょう。この駅にね、たくさんの人が来れるようにしたいんですよね。前回ここら辺をいじったんだけれど、さあ、つながるのか。なんかつながってる。ダメだ。どう作れそうだ。
人歩いてんのかな。あまり人がいないから来ないね、列車がね。本数が少ないからね、全然来ないんだよな。セーブ中でございます。セーブ中でございます。行き止まりなのはあまり良くないと思うんですけどね。せっかくだから道をつなげてあげましょう。オフィスにしようか。この辺も作れるね、歩道。
金がね、76万、77万、あと112万ぐらい、あと112万貯めたいです。全然まだ遠いです。暇なんで歩道を設置することに今集中しております。この路線をね、もうちょっと、ここで合流して、この駅に来る人をね、もっと増やしたいんだよね。この辺から。クソ野郎だな、本当によ。見てみるし、見てみた。なんでもない、ひどいことです。一応つながってるね、駅と駅の。クソだな、本当によ。クソ野郎だ、本当に。クソの野郎なんだよ。クソの野郎。クソの野郎なんだよ。繋がった。
んですかね、今までやってきたところはちゃんと繋がってるのかな、人が通ってくれてるのかな。ダメだダメダメだダメだダメダメだ、あまりさ列車が止まんないからさ、つなげて利用してくれたのかチェック しづらいね。立ってくる。ああもうちょっとね時間が来て、あこのままもう一回眺めてもらいましょうかね。今度はじゃあね すぐ戻ってくるんですけど、ね、この各駅停車の方今度は眺めてもらおうかな。Thank you.